こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は腕時計の電池、さまざまな種類がありますが、その大きい電池とその小さい電池をちょっと比較ということでご紹介したいと思います。腕時計の電池ってすごい種類あるんですよ。実は厳密に50種類以上あると思うんですよね。ちょっとここに奥の方にはこれうちのストックの分なんですけどね。今回ちょっとご紹介するのはですね、酸化銀電池ですね。1.55V の電池なんですけど、これ大きい方です。これも今あんまりこの大きさの電池は現存品ではない、使ってないと思います。もうやっぱり30年もっと前ですね。もっとも40年近く、これ私の昔の時計なんですけどね、これも40年ぐらいになりますね。40年以上になるかな。これはこの電池使ってるんですよ。それだと、最近またこう小さ、あんまり小さいのもね、またね、使ってない場合もあるんだけど、こういう、特に婦人用の小さい機械ですから、こういう小さい電池使ってる場合も、あとリチウムとかね、そういうボルトがちょっと違うんですよね。これちょっと映ってますけど、これはリチウム電池なんですよ。これもね、3ボルトあるんで、ちょっと電池としては機械が全く違うんですよ。デジタルとか、アナログでも使ってる場合ありますけど、ちょっと機械がね、こういうボルト数が違うんで、ちょっとこれ別の機械にまたご紹介したいと思いますけど、こういう大きさの違いがございますので、どうかですね、電池も50種類以上もありますので、そのほぼ大体この在庫はしております。どうかよろしくお願い申し上げます。